スラーにはどうしてなろうと思ったんですか？今まで何回か自分の関係で試合とかも見させてもらったり、ちょっと一回体験もさせてもらって、なんだろう、やっぱり見てて、その見てる側のお客さんも本当に楽しい、ワクワクするし、なんか勇気ももらえる。すごい伝わってくるので、もう自分もやる側になって、その見てる人たちに楽しさとかワクワクとかを与えられたらなと。実際は、はい、今の子たちでもけども、残りの足に言われるぐらい、はい、大変な人だと思うんだけども、それは芸能界の話、本当に人気を得る人は一人でも必要かもね、その中でもトップの人たちがいて、そうでない人たちもやっぱりそのグループの時もとても大変なことで、続けていけそう。はい、頑張ります。その頑張ろうと思えるモチベーションって何だろう？でも本当に今しかできないと思うし、私はもう今できること、自分のやりたいことを全部やっていきたいので、どんなに辛くても、やっていく自信を持っています。本当、私もそうなんだけど、やりたいことは全部、一度急に人生だから、私も全力で応援させてもらったら、全力でつってこれますか？厳しいよ。はい。なんか花ちゃんから何かありますか？先生、私プロレスが出てきたらどういうレスラーになりますか？はい、今なんかプロレスの番組とかを見るので、岡田和彦選手なんですが、あんな感じに、のなんか女子プロレスラーの中の岡田和彦みたいな存在になりたいです。まだまだですが、いつか、そういう人生の早くね、はい、年取っちゃうかな。そう、年取る前に、年取る前に、はい、そう。和彦から、はい、実家暮らしということなんですが、はい、親御さんは何か理解してる？はい、親は今の活動も応援してくれて、プロレスも伝えて、はい、いつも家族全員で応援に来ちゃったり、そんな感じの、仲いいので、